スタートしました。第10レース重賞岩手日報杯第40回あやめ賞です。 先行争いですが外目からクリール・ジェニーが行きます内から上がって4番グッドギアです2頭がいきますその後ろ間が空いて東北フェアリーでゴール番号通過1番のクイーン・オブ・ザ・ナイト外目からはマルケイ・フロイデです中段位置2番のトリプルクロッシュで1コーナー入りました外には竜の光る工業タイムあるいは6番のマックス・キュアで1コーナー回り切って 1000m 通過シンガり3番前提万里先頭から最後方までは112馬身です前2頭抜け出して2コーナー先頭4番グッドギア首ぐらいのリード2番で9番クリードジェニーです 3、馬身開いて5番東北フェアリー3番手800を通過2馬サル1番クイーンオブザナイト中段位置、外10番マルケイ・フロイで1馬サル2番トリプルクロッシュです外目からは工業タイム、龍の光るあるいは1馬サル6番マックスキュア最高峰3番前提バンディで600の標識を通過先頭に立っている4番のグッドギアリード、体半分2番手9番クリール・ジェニー第3コーナー入ります3、4馬身開いて5番の東北フェアリー3番手外目から上がっていく龍の光る龍の光が上がって3、4コーナー400を通過 先頭4番グッドギアリード1馬身2番手には8番クリール・ジェニーです外目から上がってくる竜の光あるいは5番の東北フェアリーで4コーナーカーブ先頭4番グッドギアグッドギア先頭を突き放したがリード2馬身直線構成200を通過さあ2番手内5番の東北フェアリー上がってくる内から東北フェアリー外からは7番竜の光です間を進んでいるクリール・ジェニー先頭はグッドギア独走に入った2番手に東北フェアリー先頭グッドギアゴリ 2番手、5番東北フェアリー3番手、9番,番クリード・ジェニーでした第10レース、今日のメインレースは岩手日報杯第40回賞、綾や賞3歳、牝馬の重賞競争はダート 1400m10 頭でした勝ちましたのは4番のグッドギアです。